皆さんこんにちは。こちらは水戸市にある子育て支援多世代交流センターワンパーク水戸です。この度1階プレイルームの遊具が新しくなりました。木を使った遊具を中心にぬくもりのある優しい雰囲気になったと思います。本日は水戸のマスコットキャラクター水戸ちゃんと一緒に遊具の紹介をします。それではどうぞ。こちらが新しくなった遊具になります。そして今日は水戸ちゃんにも来てもらいました。水戸ちゃん、今日はよろしくお願いします。一つ目はラッコのクッションマットです。ここでハイハイをして登ったり降りたりを楽しみます。水戸ちゃん、ラッコさんふわふわなんだよ。二つ目はプチソフト滑り台です。滑り心地がとてもいいです。じゃあ水戸ちゃん滑ってみて。三つ目はクッションマットとゾウさんの滑り台です。このクッションでは登ったり降りたりジャンプをして楽しみます。ゾウさんの滑り台は小さいお子さんにとても人気です。水戸ちゃん、ゾウさんの滑り台かわいいでしょ。4つ目はハイハイタウンです。ここで音を楽しめます。次はおままごとコーナーです。木のクッションをテーブルや椅子にしておままごとを楽しむことができます。またドアもあるのでごっこ遊びも楽しめます。水戸ちゃんどうぞ。またこちらはくねくね道の途中に鏡と窓があるので自分の顔を見たり何度も行き来をして楽しめます。雲のコロコロ棚ではボールを転がして楽しめます。じゃあ水戸ちゃん、ボール転がしてみて。あ、最後まで来たね。最後は赤ちゃんコーナーです。ここでは音が鳴るおもちゃを楽しんだりボタンの感触を楽しめます。ベビージムの動物さんも新しくなりました。水戸ちゃん、今日はありがとう。楽しかった？さあ、いかがでしたか？親子でゆったりと過ごすことができます。今はコロナウイルス感染拡大防止のため予約制にて開館しています。詳しくはホームページをご覧ください。ワンパークでお待ちしています。